全世界3.2億ダウンロードハイパーカジュアルゲーム開発の裏側について発表させていただきますまずは自分の方から組織や開発体制文化についてお話ししていきます簡単に自己紹介です株式会社グッドロイドの金子です経歴は2019年に株式会社サイバーエージェントに入社して研修後株式会社グッドロイドに配属されました 配属後はハイパーカジュアルスタジオの立ち上げをして現在は開発部長をしています開発した主なタイトルは全世界7700万ダウンロードを突破したこの尖ったアイコンのマスラレースやレーザービームフェイスクリニックを開発しました株式会社グッドロイドがどのような会社かというと経営理念で面白くあれを掲げていますこの理念には面白いことと面白い人たちで 会社や組織を成長させていくという意味が込められています主な事業はアプリ開発事業をしています累計で100本以上のアプリを開発しています累計のダウンロード数は3億ダウンロード以上です CA グループでは開発本数とダウンロード数は最も多い子会社になっていますアプリ開発事業では2つの部署がありますアプリ事業部では IP タイトルをメインでソーシャルゲームの開発をしています ハイパーカジュアルスタジオでは IP を使わずに年齢や性別、国籍を問わず全世界向けにゲームを開発しています今回はハイパーカジュアルスタジオで開発しているハイパーカジュアルゲームについて詳しく説明していきます全体の開発フローはこちらです各セクションを見ていただけるとおりスピード感がとても大事になってきています詳しくはこの後一つ一つ説明していきます まずはじめは企画とテスト開発です。こちらはハイパーカジュアルゲームにおいてとても大事なフェーズになっております。僕たちが企画段階でどのようなことを実施しているかというとプラ1コンペとブレスト5をしています。とてもキャッチーな名前ですよね。プラ1コンペとは全職種で混合でチームとなり企画を1ページにまとめてコンペをします。ハイパーカジュアルゲームは幅広いユーザーにプレイしてもらうために シンプルで面白さを伝える必要がありますなのでペライチで面白さが分かるかというのがとても大事になっていますそしてブレスト5は全職種で5分間でブレストをしてアイデアを発散させますどちらとも全職種で混合でやることによって企画の量だったりとか質を上げていますここで出てきた企画で面白いとなったものをテスト開発をしていきます 一週間程度でアプリを完成させていきます一ヶ月で三十本近くのアプリを出すこともあります結構多いですよね使用書も数枚程度です先ほどのスライドでもあった通りスピード感がとても大事になってくるので本当に実装しながらプランナーとエンジニアで詳細をもうガーッと詰めていきますそしてテスト開発が終わったら次に獲得テストというのを行っていきます 獲得テストとは実際に広告を出稿して CPI と呼ばれる獲得単価を測っていきますわかりやすく説明するとユーザーが広告を見て面白そうとかインストールしてみようと思う人がどのくらいいるのかっていうのを測っていきます15秒くらいの広告の中で面白さとルールを伝えていきますだいたいデータとして出ているのが50%のユーザーが冒頭の3秒で離脱してしまいます 大体のアプリがここで終了となってしまいますチームでこのゲームは絶対にいけると思っていても実際に市場に出してみたら全然ダメでしたみたいなことも多々ありますそんな僕たちが広告動画でどのようなことを意識しているかというとこの4つのポイントです実際の動画を見ながら説明していきますまずは冒頭でユーザーの興味を引かせます次に成功よりも失敗パターンの方がユーザーに受けます これは失敗パターンの方がユーザーがどのようにしたら成功するかというのを考え興味を引くというのがデータとして出ていますそして5秒以内にゲームのプレイを明確にしていきます先ほどのスライドでもあった通り冒頭で多くのユーザーがいなくなるので5秒以内にゲームをプレイを明確にすることがとても大事になってきますそして幅広く受けるモチーフを選定していきます 獲得テストで目標の CPI よりも低くユーザーを獲得できたら次に本開発を進めていきます本開発の期間はおよそ2週間から1ヶ月程度ですエンジニアデザイナーなどを追加でアサインしてクオリティとスピード感を上げていきます本開発で一番大事なところはメインのインゲームの面白さや中毒性を高めることです ここではどうやったら面白さや中毒性が高まるかっていうのをチームで徹底的に議論して詰めますそしてアウトゲームやスキンやデザインなどをブラッシュアップしていきます実際の左の画像はテスト開発で右の画像は本開発を終えた後の画像になっています面白さや機能性に大きな差があることがわかるかと思います本開発が終わったら次にリリースをして改善運用のフェーズになります 改善運用ではユーザーのプレイデータを徹底的に分析していきますエンジニアも含めて改善案やアップデー案を精査していきますだいたい約1週間に1回というとても早いペースでアップデーをしていきますアップデ後ユーザーのデータを見てみたら想像と違ったデータが出て週明けに方針をガラッと変えることもざらにあります そしてリリース後もスピード感を落さずに改善運用を続けていきますこの後は開発の裏側について核の方から発表していきますはい、えー。続きましては開発の裏側について自分の方よりお話しさせていただきますまずは簡単な自己紹介からさせていただきます株式会社グッドロイドクライアントエンジニアの角です2021年の入社からハイパーカジュアルゲームの開発に携わっており 全米一位を獲得したスノーレウスを含む画像のタイトルを主に開発いたしました前半のパートでもお話したようにハイパーカジュアルゲームではスピード開発がとても大事ですまずは我々がどのようにスピード開発を実現しているかについて簡単にお話させていただきます一番の要となっているのが開発基盤です我々はハイパーカジュアルゲームを高速開発するための基盤オメガというものを開発しており こちらにはゲーーームのの開発ににおいいてて必要ななな各種 SDK やテンプレート UI ベースの設計などさままままざ機能が含まれていますこちらにより各エンジニアが開発を行う際にはハイパーカジュアルゲームにとって大事なインゲームの面白さ中毒性により集中して開発を行うことができるようになっていますこちらのオメガについては頻繁にアップデートしており開発の効率化をつど進めていますこちらの基盤がなかった頃と比べると 1>, 1タイトルあたり約20から30%の開発速度アップが見られており我々の開発において欠かせないものとなっております次にオメガの機能例についても一部紹介させていただきますハイパーカジュアルゲーム内によく見られるスキン機能やランキング機能であったり広告の出し分けユーザーデータ分析に欠かせない計測周りの実装など様々な機能が含まれていて我々の開発の手助けとなっております 続いてハイパーカジュアルゲームは多数のタイトルを短期間でどんどん開発していくのでそれによっての弊害がものずと生まれてしまいますここではこの課題に対するアプローチについていくつかお話しさせていただければと思います多数のタイトルを開発することの弊害は様々です過去タイトルの対応による人的コスト増加やクラッシュ率の増加のウォッチ 各種 SDK のアップデート対応や動画広告の作成作業など様々な弊害がどうしても発生してきますこれらに対して開発の効率化でアプローチをしておりここでは一部の紹介をさせていただきますまずは一例としてクラッシュ率の増加に対してですグローバル市場の端末や OS のシェア率によって過去に配信したタイトルが何もしていなくてもクラッシュ率が上がってしまうことが定期的にあります こちらに比例して売上などにも影響が出てしまうことも多いためこちらのウォッチコストであったり気づくのが遅れてしまうという課題がありましたここにいち早く気づけるように各サービスのクラッシュ率を監視して上がっていればスラックに通知させることでウォッチコストを削減しいち早くクラッシュ率の増加に気づくことのできる体制というものを用意しています続いては動画広告の作成作業についてですが ハイパーカジュアルゲーム開発では動画広告を大量に作成する機会が多くありますこちらに関して我が社では過去に作成した動画広告をいつでも誰でも再現可能な状態にしていくことを意識しています過去にヒットした動画広告の一部例えばキャラクターだったり背景速度などを少し変えるだけでもさらに動画広告がヒットすることなどはよくありこちらの構数というのも最大限削減するように 撮影時のパラメータを共通ファイルとして保存するシステムを開発して大量の動画広告作成作業の工数の削減にアプローチしています続いてはフィーチャーフラグ AB テストの活用について触れさせていただきますまず各用語の簡単な説明ですがフィーチャーフラグとはコードを書き換えることなく動的にシステムの振る舞いを変更できる開発手法全般を指しており AB テストとは簡単に説明すると A パターンと B パターンでどれだけ差があるのかを検証する広角測定の名称ですハイパーカジュアルゲームにおける AB テストの説明も簡単にさせていただくとユーザーによってゲームの内容というものを変更してテストを行い効果が高い方を全体に採用していくことでどんどんそのゲームの収益のアップを図っていく手法です。 比較する指標としましては1ユーザーあたりの視聴広告回数やプレイ時間継続率などさまざまな指標を見て勝敗を比較していますえ。せっかくなのでこちらの AB テストの具体例について我が社のスノーレースを実例に少し紹介させていただきます。スノーレースは雪玉を大きくしながらギミックを突破して他の NPC と勝敗を競うレースゲームとなっています。 ススノーレーレは初期リリース時は敵の人数が2人だったのですがまず分かりやすくこちらを3人に変更して AB テストをしてみましたたった人数を変更しただけですがこちらのテストでは約12%もの改善をすることができかなりの収益アップを図ることに成功しました、えー、次に先ほどのテストの結果を踏まえさらに敵の人数を3人から4人まで増やすテストというものを実施してみました結果としては約8%ほど負けてしまい ユーザーの継続率やプレイ時間なども露骨に落ちていました情報量が増えすぎてしまい難易度も上がってしまうなどさまざまな要因があったかと思いますこのように実施したテストから実際のユーザーの結果を得て分析をすることでどんどんとより収益性の高いゲームにしていく手法がハイパーカジュアルゲームにおける A ・ B テストになりますその他としてもステージの出現順を変えたりゲームの難易度を大きく変更したり 見た目自体をガラッと変えてしまうなど、さまざまな例があります。もちろんここはあくまでも一例であり、ゲームごとに最適なテストを見極めて行っています。絶対に勝てると思った AB テストでも負けてしまうことは多く、難しさもありますが、テストで勝った時の喜びもその分大きく、とても面白いと感じています。こちらの AB テストについては、Firebase と Google Analytics を使用して主に実装しており、 タイトル一つ一つで高速にテストを回していく必要があるのでここの工数削減についても実装側で極力減らせるように開始から集計までの過程を自動化しており次々にテストを回していくことを実現しています。まとめると AB テストは全体こちらのようなフローで回しているのですがテストの中にはすぐに結果を判断するテストもあれば1ヶ月以上の長期間で結果を判断するテストもあり 期間が長ければ長いほど大量のユーザーデータを分析する必要があるので自動化による処理がとても肝となっております続きまして AI の活用についても簡単に触れさせていただきます近頃進化している AI とハイパーカジュアルゲームの開発の相性はとてもいいなと我々も感じており実際に我々の現場で AI を活用している事例も多々あります 例えばそもそものゲームの企画のアイデアを GPT に考えてもらいそこから着想を得てゲームを開発したりすでにリリースしているゲームのアップデート案を GPT に考えてもらったりしていてとても開発の手助けになっていますデザイン面でも生成 AI を活用してアプリアイコンやゲームの UI のラフなどを作成してもらったりするケースもあります、えー、最後に今後についてです直近 グローーバルルのカジュアルゲーム市場全体で、ハイパーーカジュアルゲームからハイブリッドカジュアルゲームへののトレンドド変化が見られます。ハイブリッドカジュアルゲームとは従来のハイパーカジュアルゲームの広告だけで主にマネタイズしていたモデルとは異なり広告と課金の二軸でマネタイズを行うモデルのゲームでユーザーによりゲームにのめり込ましてハイパーカジュアルゲームに比べて高い継続率やプレイタイムを出す必要があるのが特徴です。 今後は我々もハイパーカジュアルだけでなくこちらの領域でもヒットを出していけるように今後も面白く開発に取り組んでいきたいと思っています。以上で発表を終わらせていいたただきまますごご清聴ありがとうございました